たまには友人や家族とゆっくり過ごして癒される時間も必要だと思います。ミオでほぐれる月一贅沢スパークリング日本酒ミオ宝酒造。癒しの時間を過ごすと明日も頑張ろうって思えるんです。ミオでほぐれる月一贅沢スパークリング日本酒ミオ宝酒造。わーおー、わー逃げたいね。お願いします。あーすごいすごいすごい、あーすごい美味しそう。すごいね、美味しそう。いい香り、ね、癒される日が。おーい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。自然の中で癒されました。ありがとうございました。ありがとうございました。自宅では最近だと音楽を聴いたりしながらのんびり過ごしたり、あとは半身浴をしたりゆったりとした時間を過ごしています。贅沢な時間、そうですね、やっぱり時間が夜あるっていうのがすごい贅沢だなと思うので、以前はアイスショーなどをやっていて自宅に帰るのが遅かったり、もう自宅に帰ったら寝るだけっていう生活だったんですけど、今は少し時間があるので音楽を聴いたり半身浴をしたり美味しいものを食べたりという、そういった時間がすごく贅沢だなというふうに感じます。もう今はもう絶賛もう時間があればもう音楽をとにかく聴いてます。はい、特にクラシックを、はい、聴いて、いい曲があればそれを保存してっていう作業をしてます。